はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。超獣神祭始まりましたね。おののこ町、ただガチャは明日引きます。ミルクが欲しいんで、あわよくばね。で、今回はやらせていただくのは空ですね。ああ、全く関係ないですけど、私昨日で誕生日でございます。ハッピーバースデー私。まあ、それはいいとして、こちら空ちゃん、アンチ重力バレーが素浴び、非属性耐性、ゲージ飛行にダッシュ、そして何よりも砲撃型の電撃です。ガブリエルが泣いているぜ。というわけで調子こいてラグナロクでね、枚数ゼロでやってみようと思います。って言った瞬間に雑魚処理をミスるという、ちょっと枚数ゼロは厳しいかな。いや、いける。というわけでやっていきましょう。このソラちゃんはね、多分このクエストでね、私の中で最適性だと思ってます。まあ、初めて使ってるんで思うだけなんですけど、まあ、理由はね、何個かありますが、今回意味ないですが、まず素浴びに重力バリア、これが号令の弾になります。号令の弾になるプラスで、あ、やべ、やばいやばい、号令の弾になるのと、友情コンボでね、多分雑魚処理が可能です。これはなんだって砲撃ですからね。試しにやってみますか。よっ、はい、いける。はい、はい、いけるけど、はい、いけるけど、はい、いけるけど、死んだ。ふぅ。ね。油断はダメですね。まあ、いけることは分かりました。おっと。おっと。で、もう一個の理由がまず、ね、まずじゃない。耐性持ち。耐性持ちなんで、ダメージも軽減できると。で、ロミオを使ったことは分かると、ロミオを使ったことがある方は分かると思うんですけれども、このクエストでダッシュはでかいです。もうね、軽い自強化並みです。触ってくれ。あー、空に届かないか。届いたらいけると思うんだけど、今の。まあ、なんでね、以上3点が私の中で空が最適性なんじゃないかということです。おっ。いいね。多分左は多分、友情で倒した。友情で倒せるのはでかいですね。今まで友情で倒せるのって言ったらね、なんだったかな。弱点ロックオン衝撃波の男の子。ハンニバル。ハンニバルだ、ハンニバル。皆さん気をつけてください。ゲージ見せると死にますね。あっぶね。そうか、ゲージ飛行ですからね。忘れてた。使う際はゲージを外さないように気をつけましょう。私はよく外します。おっと、下のフェンリルも倒した。これが砲撃型の電撃ですよ。素晴らしいの一言に尽きる。あと、そう、もう一個ね、大事なとこがありました。ソラちゃんは可愛いです。なんかね、このクエストの適正キャラで可愛いキャラあんまいない気がするんですよね。ノブック好きな人はすいません、私ノブックそんなに可愛いと思わないんで。ああ、ヌボコか。ヌボコもいたか。ヌボコも女の子でいましたけど、まあ、可愛いかどうかで言うとなんとも。悪くはないけど。ああ、ミスったか。いけたか。いったいったいった。まあ、要するにね、このラグナロクを楽しくプレイするためには、やっぱ、可愛い女の子を使いたいと思うんで、ソラちゃんが最適だと思います。いいね。今のところ地雷が怖くない。そんなに。まあ、踏むとやばいんですけどね。さっき全部見したんで。本当はね、ソラちゃん、艦隊とかでやりたいんですけど、さすがに艦隊を引き当てる力は私持ってないんで。こんなもんか？いけるか？これで。いやー、ミスった。もう一声でしたね。惜しい。ロミオはね、かっこいいけどね。ロミオとソラちゃんってなんか絵的にいいよね。うん。悪魔とその執事的な？秘書的な？さあさあさあ、ただちょっとこれまずくなってきましたね。電撃の届く位置が、左と下は多分ね、電撃で倒せるんで、右だけ倒せばね、終わりという話です。はい、OK。今は多分電撃じゃなくて普通に当たった気がするけども、やっぱね、ラグナロクは雑魚処理が難しいのがね、ポイントだと思うんで、このソラちゃんの存在はだいぶでかいと思います。
以前、モンストブライトか。モンストブライトでも試したんですけども、その時もね、結構いい、電撃はね、友情コンボの中でいい活躍をしてくれたんで、あ、ちょっと地雷やばいかも。そっか、ボス戦などちょっと厳しいな。いいね、電撃処理。あとは頑張って地雷避けてください。一応、ソラちゃんはね、火属性耐性持ってるから、そんなにダメージ食らわないと思うんだ。ちょっと逃がすか。ちょっと怖いんで逃がします。避けたかな?これで。いや、当たったんかい。死んじゃう死んじゃう。普通に死んじゃうよ。ナイス、ロミオ。まあ、あんまロミオが活躍しても意味ないんですけどね。あくまでソラちゃんですから。ただ、ソラちゃんもまだ正直神殿しかやってないんで、SS の火力がちょっとわかんないんですよね。なんだっけ、触れたところで、鎌を振るみたいな。触れた敵に大釜で攻撃し、周囲の敵を巻き込み大ダメージ。爆発系かな?爆発系の SS だ、な気がします。ってことは2体ぐらい巻き込めるんじゃないかなということで、一発撃ってみましょう。あ、こっちか。ごめんなさい、嘘です。こっちのソラちゃんで撃つのはちょっとあまりにももったいないんで。ミスった。ミスりましたね。ロミオ。ロミオは仕事してほしいな、じゃあ。OK。さあ、あとは地雷をうまい具合に避けながら戦っていきましょう。まあ、避ける方法もないんだけどね、そんなに。そう、ダッシュとね、超重力の二人、四人組なんで、止め位置がわからない。止まる位置が読めないっていうか、言うべきですかね。いや、まずいか。ハート取りますか、ここは。金ハワイだし。重複しなければ死にはしないと思うんですよね。あ、やべ、重複した。うう。この野郎。お、カマかっこいい。あ、旧綾波レイ、重心構えのレイちゃんの SS みたいな感じですかね。いいですね。ボール絵がカマと合っててすごくいいです。うん。これは使える。要は自強化ですね。一発目だけ大ダメージ与えて、自強化してるのかな?ちょっとわかんないですけど。まあ、その辺はすいません。ゲームウィズさんで見てください。私はいつもゲームウィズで見ます。で、まあ、雑魚処理をして、そうですね、フェンリルさえ倒しちゃえば、地雷出さないんですよ。これはね、モンストブライトで、ブライトじゃない、モンストクローバーか。モンクロチャレンジしてるときによく分かったんで、フェンリルの処理さえ終わってしまえば地雷は来ない。お、いいね、剣取った。これでさらに友情火力が上がりましたね。ロミーを。あ、ミスった。ミスった。ナイス。ちょっとヒヤッとしましたけどね。さあ、ここは縦勘で安牌行きましょう。いいね、ソラちゃん強いですね。スーッと入れて OK。地雷避けた。できればね、この剣持って攻撃アップしてソラちゃんで一発目行きたいな。はまれないかな。はまれない。あー、しかも地雷の上。お?まあいいや。まあ縦勘でね、安牌でいこう。今ちょっと配置気にせずプレイしたんですけど、できれば下配置の方がいいです、ここは。空二人は悪くないんですけど、ロミオがね、あんまりよろしくない立ち位置にいますね。そう、ここ。ここはね、雑魚処理が難しいんですよ。だからこそ、友情が生きると思うんですよね。お、いいね。ロミオが来る前に手前の雑魚は倒した気がする。さあ、あとは、スルとか。電撃届くかな?電撃が届けばより楽なんですけどね。こっちか。しょうがない。OK。あとね、もう一個。おまけでさらに言っていいでしょうか。攻撃のクリティカルを持ってます。
アウチ。基本的に爆絶とか豪絶になってくると、だいたい友情コンボがそこまでダメージ源にならないことが多いんで、攻撃クリティカル持ちはすごく重宝します。いいね。でね、もう一個。HP がすでに今10万超えてます。まあ、ロミオの HP も結構高いんですけども、それを踏まえて、熱い。それを踏まえても、ソラちゃんの HP も高いことを教えたかったんですが、だいぶ減ったな、ダメージ。HP が。今、ゲージミスったんで危なかったですね。もし地雷があったら多分負けてました。横感もね、結構危険なんですよね、ここ。ザザザザザって横感して、HP ごっそり削られるんで、今みたいに。いや、ここは、これでいけるかな。いや、削られたけど、まあ、横感でがっつり蹴るよりは OK ですね。で、ソラちゃんはいい位置にいる。OK。ラグナロクはね、運枠にする価値がバンバンにありますからね。この子すごい強いです。多分今一番使ってる運枠がラグナロクです。まあ、クエストにもよりますけど。ロミオどこにいるこれ。いつも SS で一発目から突破していくんですけど、どうしましょうかね。これはまれたりして。いやー、一点無駄にした。失礼しました。さあ、ここはね、地雷も結構怖いんで、もう抜けたいね、一手で。友情。ナイス友情。本当にね、電撃はすごいいい友情コンボです、ここで。雑魚処理ができる多分唯一の友情コンボなんじゃないかな。まあ、刹那試してないですけど、刹那も使ったら多分すごいことになると思いますけど。ロミオさんはね、前は、この、何でしたっけ ?SS の時にスピードがアップしなかったですけど、ちゃんとアップするようになったんでね。よかったよかった。さあ、真ん中に止まったら即死だな、こりゃ。おっと、あーぶねー。いや、怖すぎでしょ。あー、1手目のロミオか。ナイス。こっからはもう地雷出ないんで、追加の地雷は攻めましょう。弱点なし、下感でいきます。おーおー、攻撃クリティカル出ましたね。あ、でもある程度やると鎌消えますね。いって。さあ、地雷が怖い。おっと。危なかった。オッケーオッケー。じゃあ最後は空の SS で決めましょう。頼む。決まらない決まらなかったか。正直決まると今思ったんですけどね。いやでもね、やっと空ちゃんが使いました。結構ね、ラグナロクが降臨しなかったんで、この動画ずっと撮りたかったんですよ。空が出た時から。まあ、やっぱ予想通り強かったですね。多分ね、弱点ロックオン衝撃波も結構ね、雑魚に対してのダメージはでかかったと思うんで、まあ2体積んだらすごい雑魚衝撃が楽になります。ただマインスイーパー組んだ方がいいです。で、号令とも相性がいいんで、まあ、飛行タイプの中ではトップクラスじゃないかなと思います。正直ロミオより強いんじゃないかな。と私は思いました。はい。ノードロップ。まあいいんだけどね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。明日はね、小野の小町狙いでぶん回しますんで、よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。